ホタルの里は、兵庫県高郡高町八千代区田原田にある、ホタルの野外観察地である。高町八千代区を流れる加古川の支流、野間川沿いは、多数の源氏ボータルが生息し、ホタルの保護地域として整備されている。また、ホタルの宿地として川沿いには遊歩道も整備されている。例年、ホタルの見頃は5月下旬から6月下旬頃の1、か月で、夕暮れ暗くなると、 現地ボタルが飛び始める。毎年6月中旬頃に鑑賞会が開催されている。鑑賞期間中は臨時で駐車場が整備されるが混雑するので誘導員の指示に従い駐車する必要がある。2007年にはホタルの保護活動に対して兵庫県から第9回人間サイズのまちづくり賞をまちづくり活動部門で受賞している。周辺は 街灯がないので、懐中電灯などは必須。ただ、干渉マナーとして、懐中電灯などの光でホタルを照らさない、カメラなどのフラッシュを使用しない、ホタルを採取しない、大きな音を立てたり、大声を出さない、ゴミは捨てないなど地域住民への配慮も必要。高町は、兵庫県の中部あたりに位置し、八千翼田原田地区は、高町の南部にある自然豊かな地域。西脇市。 加西市、丹波市、朝子市に隣接する山間部で野間川沿いに兵庫県道143号上八千代線が通る。標高400メートル前後の山に囲まれた山村で、標高は約100メートル。ホタルが生息する野間川は、笠形山を源として八千大区の中央部を南流して、西脇市で一級河川の加古川と合流する。野間川は、 加古川水系の一つで、加古川の中流域にあたり、年間の洪水量は約1500ミリで管理者は、兵庫県加藤土木事務所である、西脇市 HP、2019年10月26日閲覧、北張間電園空間博物館 HP、2019年10月26日閲覧、清水ホタル祭り、NPO 法人北張間電園空間博物館、 2019年10月26日へ閲覧。ありがとうございます。